ここまで。ありがとうございました。やるじゃん。次は犬坊崎さん。はい。私、人前で歌うのはちょっと苦手です。この写真はここで。うーん、バッチリだ。わお、今日も閲覧者数すごい。あとは子猫の写真と学校の連絡先を載せて、こんなところかな。完璧。ストーリーが思いつかん。何食べてるの？煮干し。学校で煮干しをむさぼり食う女子中学生はカリンくらいね。健康にいいのよ。じゃあこれからカリンのことを煮干しって呼ぶ。ゆるキャラにそうなあだ名つけるな。そういえば煮干しちゃん、待って、その名前定着させる気。それより飼い主探しのポスターは？ん？そんなのもう作ってあるわ。わあ、ありがとう。妖怪？猫よ！はぁ、ん？いつき？え？なに？どうしたの？ため息なんかついて。あ、あのね、もうすぐ音楽の歌のテストでうまく歌えるか占ってたんだけど。死神の聖域、意味は破滅、終局。当たるもハッケ、当たらぬもハッケって言うし、気にすることないでしょう。そうだよ、こういうのってもう一度占ったら全く別の結果が出るもんだよ。大丈夫、フォーカードだからこれはいい役だよ。死神のフォーカード。あ、いや、悪い意味じゃなくて。私たち勇者部は困ってる人を助ける。もちろんそれは部員だって同じよ。歌が上手くなる方法か。まず歌声でアルファ波を出せるようになれば勝ったも同然ね。アルファ波？いい音楽や歌というものは大抵アルファ波で説明がつくの。そうなんですか？なわけないでしょ。いつき一人で歌うとうまいんだけどね。人前で歌うのは緊張するってだけじゃないかな。へえ。そっか、それなら習うより慣れろってね。そしたら世界入れてくる。本気の時ほど無限のパワーが溢れてくるんだよ。
ってくれてありがとう。お姉ちゃん上手。ありがとう。ちょっとごめんね。ねえねえかりんちゃん、この歌知ってる？一応知ってるけど。じゃあ一緒に歌おう。え？なんで私が。慣れ合うためにここにいるわけじゃないわ。そうだよね、私の後じゃ。ごめんね。ユナ、マイクをよこしなさい。これくらい当然よ。次はいつきちゃんだね。やっぱり硬いかな。誰かに見られてると思ったらそれだけで重症ね。はあ。まあ今はただのカラオケなんだし、うまかろうと下手だろうと好きな歌を好きに歌えばいいのよ。そうそう、気にしない気にしない。さ、お菓子でも食べて。って残ってない。キュウキは本当によく食べますね。食べ過ぎだよ。私が入れた曲。ディシン、何？我らが古今無双、三国を守るために、いざや立ち上がりし。さっきのって一体。東郷さんが歌うときは私たちいつもあんな感じだよ。そうなの。これでみんな一周しましたね。次は私の曲を入れよっかな。え、どれにするんですか？どの曲にしようかな。大社から連絡？ええ。そう、私には何も言ってこないのに。内容は想像つくわよ。バーテックスの出現には周期がある。今の奴らの現れ方は当初の予測と全く違ってるわ。最悪の事態を想定しろってさ。怖いの？あなたは統率役には向いてない。私ならもっとうまくやれるわ。これは私の役目で、私の理由なのよ。後輩は黙って先輩の背中を見てなさい。ふん。あー、楽しかった。歩いて帰るの久しぶりね。うん、けどカラオケはあんまりいつきちゃんの練習にはならなかったかな。でも楽しかったですよ、みんなが歌うのを聞けて。お姉ちゃん？え？何？いつきの歌の話よ。ふう先輩、何かあったんですか？ああ、何も。いつきはもう少し練習と対策が必要かな。アルファ波出せるように。アルファ波から離れなさいよ。なんかたくさんある。そう、喉にいい食べ物とサプリよ。マグネシウムやリンゴ酢は肺にいいから声が出やすくなる。ビタミンは血行を良くして喉のあれを防ぐ。コエンザイムは喉の筋肉の活動を助け、オリーブオイルと蜂蜜も喉にいい。詳しい。さすがです。カリンちゃんは健康食品の女王だね。カリンは健康のためなら死んでもいいって言いそうなタイプね。言わないわよそんなこと。さあイツキ、これを全種類飲んでみて。グイッと。え、全種類？多すぎでしょそれは。さすがにカリンでも無理じゃない？無理ですって。いいわよ、お手本を見せてあげるわ。オリーブオイルで。
うん、ビギナーだし、サプリは一つか二つで十分よ。はあ、やっぱり緊張するのがいけないんだから、喉よりもリラックスの問題じゃない？それもそうね。次は緊張を和らげるサプリメントを持ってくるわ。やっぱりサプリなんですね。大丈夫だよ、こだま。春は七海の風の寒さや。お、やっぱり五木、一人で歌うとうまいじゃん。あ、お姉ちゃん聞いてたの？ひどい。いつきはもっと自信持っていいのに。ちゃんとできる子なんだから。小学生の頃、知らない大人たちが家にやってきたことがあった。私はお姉ちゃんの背中に隠れてるだけで、後でお姉ちゃんはお父さんとお母さんが死んじゃったって教えてくれた。あの日からずっとお姉ちゃんは私のお姉ちゃんで、お母さんでもあって、ずっとお姉ちゃんの背中が一番安心できる場所で、お姉ちゃんがいれば私何だってできるよ。でも私一人じゃ。ずっと黙っていたんですか？やっぱり怒るよね。お姉ちゃんは勇者部のことをずっと一人で抱え込んでた。もし私がお姉ちゃんの後ろに隠れてる私じゃなくて、隣を一緒に歩いていける私だったら。いつき？いつき？いつき、起きなさい。いつき、着替えて顔洗ってきなさいよ。はいはい、餌ね。もうスープもできてるから、先にトースト食べてて。ちょっと動かないで。よし、今日も可愛いぞ。元気ないね。どうした？あのね。ん？あのね、お姉ちゃん。うん。ありがとう。何急に。なんとなく言いたくなったの。この家のこととか勇者部のこととか、お姉ちゃんにばっかり大変なことさせて。そんな、私なりに理由があるからね。理由って？まあ簡単に言えば、世界の平和を守るためかな。だって勇者だしね。でも。なんだっていいよ。どんな理由でも、それを頑張れるならさ。どんな理由でも。はーい、シリアスはここまで。冷めないうちに食べて、学校行くよ。
どんな理由でも頑張れるなら、だったら私は勇者になったのも部に入ったのもお姉ちゃんの後ろについていっただけ。私、理由なんて何もない。今日はここまで。キリッレイ、神樹様に。はい。住所ならあっち。分かってたわよ。ちょっとまだこの辺りの地理に慣れないだけよ。あ、そうだ。東郷さん、かりんちゃん、ちょっと協力してほしいことがあるんだ。あ、ここね。すいません、三週中勇者部です。子猫を引き取りに来ました。絶対嫌だ。この子をあげるなんて。私が飼うから。でもね、うちでは飼えないのよ。もしかして子猫を連れて行くの嫌だったのかな。あちゃー、もっと確認しておけばよかった。どうしよう、この家の子泣いてるみたい。大丈夫、お姉ちゃんが何とかする。え、何とかって。失礼します。三週中勇者部のものですけど。あの家のお母さん、子猫のこと考え直してくれてよかったね。うん、喧嘩にもならなかったし、お姉ちゃんのおかげ。ごめんね、いつき。え？ごめん。なんで謝るの？いつきを勇者なんて大変なことに巻き込んじゃったから。さっきの家の子、お母さんに泣いて反対してたでしょ。それでさ、思ったんだ。いつきを勇者部に入れろって大社に命令された時、私やめてって言えばよかった。さっきの子みたいに泣いてでも。そしたら、もしかしたらいつきは勇者にならないで普通に。何言ってるの、お姉ちゃん。いつき、お姉ちゃんは間違ってないよ。でも、それに私嬉しいんだ。守られるだけじゃなくて、お姉ちゃんとみんなと一緒に戦えることが。ありがとう。どういたしまして。いつきったらなんか偉そう。さてと、部室に戻ったらいつきは歌の練習ね。あ、そうだった。頑張る。あ、大丈夫、昨日だってちゃんと練習したんだし。次は犬坊崎さん。はい。やっぱり無理。あ、すいません。ユーナさん、東郷さん、カリンさん、犬坊崎さん、大丈夫ですか？私はみんなと一緒にいる。勇者としてだって、この歌だって。春は名乗りの風の寒さや。いつきちゃん、テストうまくいったかな。大丈夫よ、
だってあの子は私の妹なんだから。あ、いつきちゃん、歌のテストはバッチリでした。よかった、やったやった。はい、きっとみんなカボチャだと思ったのが良かったのね。ありがとうございます。カリンさんもありがとうございます。やったあのね、お姉ちゃん、私やりたいことができたよ。ん？やりたいこと？うん、いつきちゃん歌うまい。そうかな。歌手目指したら私ファン一号。歌手なんて、でも歌うのは嫌いじゃないかも。でしょ。なになに、将来の夢でもできたってこと？だったらお姉ちゃんに教えてよ。秘密。あー、ひどい。誰にも言わないからね。ダメ、恥ずかしいもん。ち、残念。でもいつか教えるね。じゃ、そのいつかが来るまで気長に待つよ。出会えてよかった、こも森の中、風はいつもあったかくて心ほぐれてく、こんな日々がずっと続きますように。まだこれは夢なんて言えない。やってみたいことができた。ただそれだけ。けど、どんな理由でもいいんだ。頑張る理由があれば、私はお姉ちゃんの後ろじゃなくて、一緒に並んで歩いていける。あ、先にこっち。私の理由は、バーテックスのせいで死んだ親の仇。すごく個人的なことだしね。始まったの、最悪の事態。行くよ、勇気。敵軍に総攻撃を実施する。お仕置きナイス根性。ナイスアタック。総攻撃。